本日はお忙しい中、フォーチュンドリーム4記者会見に、ご出演いただきまして誠にありがとうございます。フォーチュンドリームのコンセプト、熱い試合、それは変わりません。今回もフォーチュンドリームの名のもとに素晴らしい選手が集まってくれました。またコアルテンホールというのはなかなか毎日イベントがあってなかなか取れないんですけども、2年連続して6月14日三沢さんの命日の翌日に大会を開催すること ことになりました。三沢さんとの強いつながりを感じます。出場してくれる選手すべての選手ですね、あの頃の熱い戦いを期待しています。皆さんよろしくお願いします。続きまして、フォーチュンドリーム4の一部対戦カードを発表させていただきます。また本日は各試合で初出場となる試合、選手に1名お越しいただいております。それではフォーチュンドリーム初出場となる田村選手、皆様に一言ご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。プロレスリングヒートアップ代表の田村和弘です。今回このような大会に呼んでいただいて非常に嬉しく思います。この大会がヒートアップするように熱い試合を見せていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。この第一試合、鈴木小太郎対田村克弘という試合を待ち受けしました。この理由はですね、三沢イズを、最も受け継いでいる選手というのは小太郎だと思うんですけども、その小太郎とですね、今団体を自ら率いてそこで今トップとして頑張っている田村、そして一選手としてももっともっとこれから伸びてほしいと、いろいろ経験を積んでほしいと思います。その二人が戦うというのはフォーチュンドリーム4オープニングマッチとしては本当に素晴らしい試合、素晴らしい試合を組めたと思っています。そのコメントを受けて田村選手いかがでしょうか。大変恐縮ではありますけども、こうやってこう小町さんのお隣にこう立たせていただけるのがこう夢のような、私実は後楽園ホールでバイトをしてまして、昔ですね、全日本プロレスさんを見てた時にですね、ちょっとその大会、ちょっと申し訳ないですけどあんまり面白くなかったんですけど最後小町さんがバーニングハンマーを出されて一気に会場がこうヒートアップした、それを僕は彷彿させるような第一試合を見せていきたいなと思っております。なるほどそういうね、第一試合がヒートアップするような熱い戦いを、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次の試合を発表いたします。
それではこの2選手、皆様に一言ご挨拶をお願いいたします。はい、この度初参戦させていただくことになりました GPS プロモーションのコナミです。私は格闘技、総合格闘技を習っていて、まあ、プロレスラーとしてデビューさせていただいたんですけども、自分の格闘スタイルをしっかりアピールできますように頑張りますので、よろしくお願いいたします。この試合はですね、里村、白木組対松本、コナミ組という試合なんですけども、明日仙台があるので、松本対里村という試合と、コナミ対白姫というシングルマッチがあるそうなんですけども、その試合を経験者とまたこのフォーチュンドリームでタッグマッチでぶつかるというのは本当に興味の湧く、その試合を見てからでも興味が湧く試合だと思うので、非常に楽しみにします。過去3回里村、松本、北条、この3人がの対戦だったんですけども、今回こう新しい、まあ、フォーチュンドリームの一つのコンセプトとして新しい力、新しい力っていうのをコンセプトの一つにしてるんですけども、コナミ選手、白姫選手、それ新しい力がどんどん出てくることを、楽しみにしています。それを受けてコナミ選手いかがでしょうか。はい、松本博弥選手と自分がタッグを組ませていただきまして、白姫美香選手、里村選手と対戦なんですけども、白姫選手がお互いに、私もそうなんですけども、キックを使う選手っていうこともありまして、キャリアも近いんですよ。私が練習生の時から同じ練習をしたりとかもさせていただいてたので、その選手と戦えるっていうのはすごい意識している選手の一人でもありますし、そのタッグパートナーが里村選手、私がデビューして数ヶ月の時に一度対戦させていただいたことがあるんですけども、まあ、その時より私ははるかに強くなってますので、しっかり自分を信じて自分のスタイルで勝ちを狙っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは次の試合を発表いたします。皆様に一言ご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは、プロレスリングの清宮海人です。今回は小林さんの大会に選んでいただいたということで、すごい光栄と思っています。全力を尽くして戦います。よろしくお願いします。この第3試合、岡林雄二、第4プロレスの岡林雄二、清宮舞組対、塩崎剛、野村拓哉という試合を組みました。岡林君と剛はですね、前回フォーチュンドリーム3でメインイベントを出場してくれたんですけども、それでどうしてもまたやりたい、今度は試合をやりたいという申し出がありまして、僕としてはノアの未来である清宮を一度フォーチュンドリームに出てほしいなと思っていたので、これは面白いなと思いまして、
今清宮は、杉浦のチームにいるのでゴートは組めないということで岡林と組まれている。野村、これもまた代表プロレスの新人というかまた新しい力です。その力を今度ゴート組んでですね、ぶつけてみようと思いまして、面白い試合を組めたと思っています。まあ、若い力なんで思いっきりもそこで力を出してですね、燃え尽きて燃え尽きるぐらい熱い試合をしてほしいと思います。そのコメントを受けて清宮選手いかがでしょうか。はい、対戦相手の野村選手もそうですが、やはり他団体の選手と組ませていただけるということでこんなチャンスはないと思うので僕は、塩崎さんにしっかり食らいついていきたいなと思ってます。ありがとうございます。第4試合は恒例のトークバトルになりますがこちらはまだ対戦相手が決定しておりませんので決まり次第発表させていただきます。本当に決まってないんです。それでは、次の試合を発表いたします。高山選手、皆様に一言ご挨拶をお願いいたします。みんなスーツでバシッと決めてるのに同じ距離が来ましたまあ自分と高山さんの関係を見れば、まあね、業界一の色男とチンピラ男だったら、まあ、ボディーにはあると思います。よろしくお願いします。この試合、この試合はね、僕が一応組んでみたかった試合なんです。高山義弘、石川修司組対ジョン・ドーリング、ジェームス・ライティング、このやはりプロレスの昔からのやっぱりでかい男のぶつかり合いというのを一つ組んでみたかったので、ジョン・ドーリング、ジェームス・ライティングというのは今本当に昔からですね、僕は一度組んでみたい、組ましてみたいと思うチームだったので、そのチームとやるには誰がいいのかと思った時にですね、これは高山義弘しかいないんだろう。大きさもそうですけど、僕もやっぱりライバルとしてやった、その強さも分かってます。だから、ここは高山義弘。もう一人誰にしようかと思ったときに、やはり今乗りに乗っているのは石川修司で行こうと思いました。この試合で本当にもうリングに穴が開くぐらいもうガンガン行ってですね、このまたプロレスの醍醐味をですね見せてほしいなと思っています。そのコメントを受けて高山選手いかがでしょうか。そうですね、このメンバーあの頃の全日本プロレスのようにスーパーヘビー級が揃ってますね、うん、ただあの頃と違って俺はもうかなりのおっさんなんです。他のやつはもうね30前後で、うん、でも小林さんが言うようにいつまでも青春なんでね俺たちのおっさんという言葉がない。おお、分かります。そうだからもう高山選手にはねもうこの中で一番若いぐらいのファイトをしてほしいなと思って今小林さんから熱い激励をいただいたんで、この世の中で一番若々しくいっていきたいと思います。ありがとうございます。高山選手お書きください。それでは次の試合を発表いたします。
諏訪野選手、皆様に一言ご挨拶をお願いいたします。全日本プロレスの諏訪野です。本日は、お集まりいただきありがとうございます。フォーチュンドリームを、初出場させていただきます。先ほど小林さんが、話しておられたようにですね、熱い試合の、提供したいとそういう話をすごい意味してますので、その期待に応えられるように、熱い試合できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。なるほど。この試合はですね、メインイベントです。関本大輔、諏訪野組対、佐藤浩平、高木慎吾組ですね。この試合を組んだのは、各団体がやはりぶつかり合う、各団体のプライドがぶつかり合う試合になってほしいという意味を込めてですね、諏訪野選手ね、昔から、一度出てほしいと思っていたんですけども、やっと、それが叶いました。もともと全日本も好きだったと、で僕のことも見てくれていたという話を前聞いてたんで、本当に諏訪野選手に OK してくれました。本当にありがたいことです。はい、そのコメントを受けて諏訪野選手いかがでしょうか。はい、メインとして、初めて試合をしたいかと思いますし、また対戦相手に、佐藤浩平選手、名前はあるし、佐藤浩平選手とかはですね、自分がちょっと前に明け付けを切った、その前にですね、切ってからかな、切った日に、また対戦してると、なんかこうまだ続きがある中で俺は欠場してしまった、そういう出来事あったので、また佐藤浩平選手と対戦できるというのは非常に楽しみでもあるし、またバチバチやりたいなと思ってます。そして高木選手は、同期に当たるので、また何回か対戦したことあるんですけど、未だにこう決着がついてないとは、はい、本当にその対戦相手2人とは、いつか決着をつけたいなという思いがあった中で、こういうカードを組んでいただいたその小林さんに感謝いたします。はい、当日は頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございます。フォーチュントリー4はトークバトルを含め以上全6試合を予定しております。それでは質疑応答に移らせていただきます。マスコミの皆様の方から質問がありましたらどうぞ挙手でお願いいたします。小林さん、諏訪野選手の印象というのはいかがでしょうか。暴走、一言で言う暴走、暴走をというふうに感じが合ってるのかなと。それは暴走するんだけども、その中に潜んだそのテクニックであったり実力があるから暴走できるというか、いやもう実力者だから勝ってるから出てほしいという気持ちが強かったんですね。はい、小林さんがかつてやられていたその全日本時代と、はい、重なるようなイメージになりますか。いや、この間試合、この間何回か試合を見たことあるんですけども、しっかりそのしたその技術に裏打ちされたそのものがあるので、しっかりそういうものが持ってるので、そうですね、対戦すれば面白かったなとか思いますよね、自分が元気だった頃にできれば。諏訪野さん、小林さんについての印象というか、イメージみたいなのが。はい、全日本プロレスを語る上で、小林さんという名前は、歴史に残っている。また今まで自分と小林さんの接点がなかなかなかったので、今回の
参戦を機にですね、小林さんの求めている熱いプロレスというものを僕自身も吸収したいなと思います。大会今回こうだったんですけど、いつ頃あのこうやろうかなと思ったのと、1、2、3ってやってみて、今回4回の目の目玉っていうんですか、ここは一番目玉だぞっていうのはあったら、あのお願いできますでしょうか。目玉、はい、目玉はもう全部の試合です。全部の試合が目玉、それはフォーチュントリーです。今回その大会に当たるにあたって、どうしたらあの自分の中でいいなとか、小林さんが思い描くどんな大会になったらいいなというのってありますでしょうか。あのいつも思ってるのは、ワンより次、ツー、ツーよりスリー、スリーよりフォー、前回を上回る大会にしたいという思いでやってます。はい、過去小林さんの試合たくさん見てこられたと思うんですけど、その小林さんに影響を受けたことって何かありますか。自分があのプロレスデビューしてからなんですけど、あの小林さんとあの佐々木啓司さんの、ね、試合がですね、見てもう意地の張り合いがすごいなと。もう本当昔からの全日本プロレスをずっと見てて、やっぱその意地と意地がぶつかるところがすごいあのワクワクするというかですね、はい、そういう部分があの強く持っているので、その意地の張り合いという部分はすごい意識しますね。はい、吸収したいですね。はい、当日つなげていうのもその意地を感じ合いたいお二人ですかね。そうですね、はい、意地と意地、やっぱこういい大人がこうね、いい年でもこう意地張って子供みたいにこう、ね、やり合ってるところっていうのは、はい、すごい燃えてくるし、自分自身もただあの今までそういう舞台がなかなかなかったんで、はい、本当にこういう場があったんだなっていう、もう本当に嬉しいですよ、はい、だからやりたいです、もう早く、はい、楽しみでしょうがないです、はい、嬉しいですね、そういうことを言ってもらってるとね、本当に各第1試合の、選手の皆さんからいろんな団体の選手が今回あの出てます。逆にその試合にリングに上がった時に、私の俺のこの技見てくれ、あれが第1試合選手から。田村選手からお願いします、私はあの全日本さんに出させていただいているんですけど、あの大森さんの下でやってますんで、ぜひアックスボンバーをかましてやりたいなと思っております。はい、私はあのトレーナーで田中稔選手がトレーナーとして教えていただいているんで、あの田中レッグバーという足の関節技があるので、それをぜひ見ていただきたいです。僕はずっとノアでドロップキックを、自分の得意技として使わせていただいているので、しっかり、本番でも決めたいなと思っています。そうですね、自分は俺を見てほしい、すべてですね、すべての技、高山選手もすべての技を見てほしいです、はい、技というより、まあ、さっき小林さんも言ってくれたんですが、ちょっと暴走してやろうかなと、はい、思いますね。もうめちゃめちゃやって迷惑がかからないようにちょっとしたいなと思うんですけど、はい、そう迷惑がかかるようになってちょっと申し訳ないなと思うんですけど、はい、とにかく暴走して、はい、何か生まれればなと思ってます。いいです。